最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはアドラーブル、アドラーブル先頭、残り 200m、 アドラーブル先頭だ。リードは1マシン、後続の足色はどうか。進行ラブリー迫る、アドラーブル先頭だ、アドラーブル、アドラーブル1着、2着にはどうやら進行ラブリー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドラーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあいよいよ直線の攻防、先頭はベジロミニスター、アドマイヤヒル先頭、2番手はアドマイヤヒル、アドマイヤヒル。さあ果たしてこの足色はどうか。残り 200m、 先頭はテームエンブレム、テームエンブレム先頭、優勢エトワール追いすがります。テームエンブレム、テームエンブレム1着、2着にはどうやら優勢エトワール、テームエンブレム見事一番人気に応えました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立った河内サンド、河内サンド先頭、2番手は藤山健山、残り 200m、 河内サンド先頭だ。河内サンド先頭、藤山健山追いすがります。河内サンドもう一伸び、先頭は河内サンド1着でゴール。河内サンド1着、2着にはどうやら大隅ロッチ、これが G1 馬だ。河内サンド阪神競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート、先行争い何が行くでしょうか。東海プレイ前に行きそうです。ナックルサンセット、それに続いています。さらにはオフサイドトラップ、6番ノータイヤフェア、その後ろエトワールフェザー、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。東海プレイ先手を取りました。白の帽子ナックルサンセット、その後ろすぐ隣にノータイヤフェア、オフサイドトラップ後ろからになりました。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のオフサイドトラップ、現在馬群の中ほどにつけています。では前の方からノータイヤフェア先手を取りました。その隣にナックルサンセット、少し離れてシャイニンレーサー、続いています。オフサイドトラップ後ろからになりました。
1000m を通過、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。先頭は依然としてノータイヤフェア、まだ粘っています。2番手はシャイニンレーサー、3番手にオフサイドトラップ、絶好の手応え、オフサイドトラップいい位置。果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はオフサイドトラップ、ノータイヤフェア続いています。並んでシャイニンレーサー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオフサイドトラップ、突き放しにかかります。残り 200m、 オフサイドトラップ、先頭だ。オフサイドトラップ、力強い伸び足、後続はまだ後方です。オフサイドトラップ独走、オフサイドトラップ、ぶっちぎりです。オフサイドトラップ1着、2着はシャイニンレーサー、これは桁外れの強さだ。オフサイドトラップ。中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦、左回り411m の長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ、まもなく発走です。さあ最後は大外枠のドラール王冠、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。アナセール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。大光ガルダ前に行きそうです。アナセール、それに続いています。さらにはオーシンイーグル、13番名勝ホームラン、その後ろ。先頭に戻りましょう。アナセール、先手を取りました。その隣に大光ガルダ、内からはノーブルイーグル、白の帽子、オーシンイーグル、その後ろ。1番人気のミスター東陣、現在馬群の中ほどにつけています。合計2勝。前走は人気を裏切ってしまいましたが、今日はどうでしょうか。前に戻りましょう。大光ガルダ先手を取りました。すぐ隣にノーブルイーグル、その外からアナセール、内からはタイキフット、その隣にオーシンイーグル、その外に合計2勝、ミスター東陣いい位置です。その外に名勝ホームラン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として6番大光ガルダ、ノーブルイーグル、ほとんど差がありません。タイキフット、3番手ミスター東陣いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは合計2勝、先頭、2番手は名勝ホームラン、あと 200m、 合計2勝先頭だ。合計2勝先頭、2番手はミスター東陣、先頭は合計2勝1着でゴール、合計2勝1着、2着にはどうやらミスター東陣、これが世界の実力だ。合計2勝